まであと少しだっていうのに、インスタを何時間見てもいいアイディアが浮かばない。早くコスチュームを準備しないと。どうしようかな。個性的なのにしたいな。ヘアドアプルズのためにも何とかしなきゃ。何？ウィロー、あなたの出番よ。ウィローのファッションセンスが必要なの。わかったわ、クローゼットで考えてみるわね。早速始めましょう。オッケー、これしかないわ。ノア、いい？よく聞いてね。サッカーとパーティー好きなポップグループヘアドアブルズがエレクトリックコンテンポラリーバレエを踊りながら、 DD が作ったララポップキャンディーをばらまいてるっていうテーマ。どう？ん？カラフルでポップでスポーティーで。これでみんなでパーティーに行けるなんて最高に楽しそう。スポーティーでポップで超可愛くってメカっぽくて犬好きのダンサーグループ、こんなのできるなんて絶対私たちだけよね。ウィロー、これ本当にすごいね。みんな気に入ってるみたい。でも来週までに12人分も用意できるかな。みんなで力を合わせれば大丈夫。私はコスチュームを作るから、ノアはお洋服に負けないくらい個性的なヘアアレンジをお願いね。うん、任せて。超楽しそう。はーい、今日も楽しかったね。ウィローが考えたコスチュームいい感じよね。みんなに早く見せたいな。それまでちょっと待っててね。いいねとチャンネル登録よろしくね。またね。